どうしてこんな軽率な行動を取ったんだ。申し訳ありません。これだけ長い時間一緒にいたところを抑えられたんじゃ言い逃れできないぞ。相手の男に子供がいることは知っていたのか。それは…とにかく今後何を聞かれても事務所を通すように答えるんだ。勝手なことは絶対に言うな。はい。記事が出るのは27日だ。直後にブログを更新してその内容を否定するように。各メディアにはこちらから話をつけておく。わかりました。しまゆうのアトリエ。ちっちゃいけど色気はあるとよ。乃木坂46の次期エースとして絶大な人気を誇る与田祐希。153センチと小柄な体型と童顔な顔出しながら抜群の美ボディを魅力にファンを次々に虜にしてきた。天然でマイペースな性格から妹キャラとしてメンバーにも親しまれている存在。2016年、自ら応募した3期生オーディションの合格と同時に活動を開始すると、その人気は瞬く間に上昇。多くの楽曲でセンターポジションを務めるまでとなった。2020年に発売されたセカンドソロ写真集無口な時間は初週売上13万部で歴代4位。その後1年半で累計21万部、6ずりの重版となる快挙を達成し、その勢いは止まるところを知らないかのように見えていた。しかし、与田祐希にデート報道だって。マジか。与田ちゃんは恋愛に硬いと思ってたんだけどな。っていうか相手は誰なんだ。ジムのトレーナーみたいだぜ。ああ、だから電気の消えたジムで6時間ね。おい、でもちょっとこれ見ろよ。え？相手のトレーナーは、子持ち？ってことは、不倫？2022年年末、世間を震撼させたのは与田祐希のデート報道。気になるお相手は、彼女が通っている芸能人御用達のトレーニングジムで代表を務めている29歳の男性トレーナーだった。12月15日、20時過ぎ、電気が消され、人気のないそのジムへと入っていくようだ。デリバリーを頼みつつ、彼女がジムを後にしたのは翌日の午前2時半。6時間もの間、密室で2人きりの時間を過ごしていた。与田さんのお相手とされている男性トレーナーはどんな方なんでしょうか。ワイルドな風貌でエグザイルのアチシさんを彷彿とさせるような男性です。会話のノリもよく女性受けもするタイプ。口毛を蓄え、はためからも体格がいいのがわかりますね。芸能人の顧客も大勢いたとか。有名人やトップアスリート、中には女優さんもいましたね。彼を目当てにこのジムに来る人も少なくありません。報道ではお子さんがいらっしゃるとのことでしたが、与田さんとは不倫関係ということになりますか。お子さんは今年生まれたばかりだと伺いました。奥様とは一緒に住んでいるようですが、籍は入れていないと本人が言ったそうです。ということは、つまり事実婚状態となりますね。与田が彼のジムに通い始めたのは2022年春から夏頃。当初のペースは週2回、トレーナーがジェルを使った器具で体をほぐした後にハンドマッサージ、さらにスクワットや重量を用いたトレーニングという90分のコースが通常とのこと。トップアイドルとして君臨する与田にとって、この時間を捻出するにはかなりの調整が必要であったことが想像される。しかしそのペースは徐々に増えていき、最近では多い時で週6回になることも。一トレーナーとクライアントという立場を超えるのにそれほど時間はかからなかったのかもしれない。オーナー、最近なんか楽しそうですね。なんかいいことあったんすか。わかる。実は今日この後飲みに行くんだよね。いいですね。誰とですか。お前、口は硬い方？え、あー、まあ一応は。誰にも言うなよ、与田ちゃん。マジっすか。最近よく通ってきてくれてるなとは思ってましたけど、いつの間にそんなことに。いいだろう。でもいいんですか。まだお子さん小さいのに。俺だって息抜きは必要だよ。なんて言ったってあの乃木坂の与田ちゃんだよ。お前が俺でも行くだろう。まあそうっすね。12月に入り、与田とトレーナーの男性は数回にわたり仰せを繰り返していた。時にはジムでのトレーニングをせず夜の街へ繰り出すこともしばしば。事実婚とはいえ妻と幼子がいる身でありながら、男性は与田との関係を自慢するように周囲に話していたという。12月4日だったと思います。この日はジムではなく隠れ家的なレストランで待ち合わせをされていました。男性が仕事が終わった19時過ぎでしたね。それは二人きりで。はい。その後
2軒目のおでん屋さんへ移動しました。ここは完全個室のお店です。完全個室、これは疑われても仕方がないですね。さらに2人は3軒目へと向かいました。はしごですね。そのお店は？シーシャバーです。複数の証言からおそらく六本木にある店かと。シーシャバー？薄暗い照明の店内でゆったりとした雰囲気の中、ドリンクとシーシャを楽しむことができるシーシャバー、別名水タバコとも呼ばれ、中近東を発祥とした新感覚の喫煙具であるシーシャ。一見タバコ感がないものの、ニコチンやタールを含むタバコ葉を使用、果実や香料を混ぜているため甘くフルーティーな香りを楽しむことができることから、日本でも幅広い年代から人気を集めている。密会報道に衝撃が走る一方、妹キャラが定着していたようだが、シーシャをたしなむという事実にもまた驚きの声が上がっていた。特定されている六本木のシーシャバーの場合、店内はカーテンで仕切られた半個室になっています。お酒も入っている中でいい雰囲気になりそうですね。一台のシーシャから伸びたそれぞれの管を吸うため、二人の距離は自然と近くなるでしょう。この日3軒の店をはしごした二人は8時間もの間共に過ごしていたことになります。忙しい与田さんにとっては貴重な時間ですよね。トレーナーとクライアント、友人関係というには無理があるのでは？閉店後のジムで6時間の密会をしていたのはこの10日ほど後のことでした。すみません、文春オンラインです。与田祐希さんとのご関係は？クライアントとトレーナーの関係ですよ。お二人で夜飲みに出かけておられましたよね。デートとかじゃないです。最近は連絡も取ってないですし。12月15日はジムで6時間も二人で過ごしていますが。トレーニングをしたりもしていましたけど、ちょっと覚えていないんでね。食事は外じゃ食べづらいじゃないですか。お酒も飲んでいたんで。取材に対し改めて二人の関係が潔白であることを強調した男性。さらに与田の事務所からも、二人で食事をしていたことは事実ですが、友人としてのお付き合いの範疇での食事会でした。恋愛関係や不貞行為は一切なく、不倫に当たらないと認識しております。密会報道が出るや否や、すぐさま与田も自身のブログを更新。トレーナーの男性との恋愛関係ややましいことも一切ないと否定した。一方、二人で食事したことやジムで一晩過ごしていたことは認めつつ、スタッフと食事をする感覚、ジムでデリバリーを頼んで忘年会をしていたと、特別な感情は全くなかったことを説明。男性やファンに迷惑をかけたことを謝罪した上で、今後は自分の立場を考えて行動していきたいとの考えを伝えていた。男性と二人きりはダメやろ。忘年会のとことか黒って見られてもおかしくない。子持ちの男性と二人きりで食事に行ってる時点で正直疑われる。与田ちゃん、光の速さで完全否定してて逆に好感度アップ。本人から話してくれたのは大きいし、ナイス対応やね。否定してくれて安心した。騒動に対する与田の迅速な対応により、一時ツイッターでは与田ちゃんがトレンド入り。疑わしい行動はあるものの、彼女の言葉を信じたいという声も次々に上がっていた。結局のところ与田さんは男性に事実婚の妻がいることを知っていたのでしょうか？報道後に直撃されていますが、事務所に聞いてくださいとしか返答していませんね。男性の方は？こちらも直撃取材を受けていますが、曖昧な返答のみでした。奥さんではなく子供の母親、東京出身者ではないので半分しか一緒に住んでおらず、関係性も良くないとか。子供の母親ですか。結婚していない、つまり不倫ではないということを強調したいのかもしれませんね。いずれにしても自分の言葉で即対応した与田さんを信じるというファンは多いようですね。迅速に完全否定したことが良かったのでしょう。それに彼女には過去の実績もありますから。過去の実績？かつてテレビでの共演をきっかけに与田祐希の虜になったのは俳優の新田真剣佑。彼が与田との仲を取り持つように頼み込んだ相手、それは暴露系 YouTuber であり参議院議員でもあるガーシーこと東谷義和だった。東谷は2020年頃、真剣佑から与田を紹介してほしいと頼まれていたことを暴露。多方面にわたる人脈を駆使し、二人をつなげるまでには至っていたのだが、与田さんは真剣佑さんの誘いを断っていたみたいなんです。あんなにイケメンなのに。かなり熱烈に何度も何度もアプローチをしたと聞いています。しかし与田さんはなびかなかった。真剣佑さんが振られた理由は何だったのでしょうか？
ガーシーさんによれば、その頃は与田さんも仕事が忙しかったこともありますが、なんといってもマッケインさんの評判の悪さではないかと。評判の悪さ？彼は共演者をすぐ口説くということで、業界内で悪評が広がっているんです。嫌いだとくじに出す人もいるほどだとか。与田さんもそんな彼の噂を耳にして、必要以上に警戒をしたのかもしれませんね。芸能界きってのイケメン俳優からのアプローチを無下にしていた与田。ファンにとってはこの上ない歓喜のニュースだったことだろう。軽々しく男性になびくことはないというこの印象こそ、今回窮地に陥った与田の救いとなったのかもしれない。真実は本人にしかわからない。しかし少なくとも今後は誤解を生むような言動を控え、乃木坂46の次期エースとして花開いてほしいと願うばかりだ。